はいみなさんこんにちは一般社団法人宮大工所属の金太ですはい、えー、今日はですね、えー、ちょっと、ね、告知したいことがありまして、えー、っとですね、えー、宮大工アイドルですね二代目宮大工アイドルのえー、っと木原ぎゆちゃんがですね あの、所属事務所を、えー、辞められて、まあ、学業に専念されるってことになりまして、今、あの、宮大工アイドルがいてない状態なんですね。はい。でそれで、あの、ちょっと YouTube の方もいろいろ撮影をしていきたいんですが、ちょっとアイドル不在ということで、で、まあちょっと、あの、時期は早くなってしまうんですが、あの、3代目の、あの、宮大工アイドルを、あの、募集することになりました。はい。えー もう昨日からですね実は募集しているんですが、えー、大体2週間ぐらいエントリー期間を設けてで、えー、その後ですね約1週間で先行、えー、してで発表していくというそういった形になります、はい、で宮大工アイドルはですね一応あのそういった宮大工とか神社仏閣に関する、まあ、体験とかですね、まあ、そういった体験レポートとかですね、えー、そういったことをやってもらったりあとはまあこういうチャンネルでのこの アシスタントみたいな形の仕事をしてもらうという形で、まあ、選ばれた方は一応、グランプリになりまして、まあ、グランプリ賞みたいなのを一応用意させてもらってます。で、その後ですね、えー、っと実際にやっていただくときは、報酬をちゃんと用意して、まあ、そういったちょっと契約をね、させていただいて、あのー、この宮大工を広めてもらえたらなというふうに、あのー、思ってます。はい で、えー、っと、今回のオーディションの、えー、っと方法なんですが、まあ、概要欄にもちょっと貼っておくので、まあ、それをちょっと参考にしていただけたらと思うんですが、あのー、基本的にはそういったまあ必要事項ですね。お名前とか年齢とか、そういった必要事項と、あとはまあ1分間の,あの PR 動画みたいなのを撮っていただいてで、それでまず一時選考みたいなのが始まります。はい。 その一次選考が終われば、次はあの二次選考で、まあ最、最終選考になるんですが、それはまあ、ズームとか実際にあったりとかして、でまあ、面談をして、でまあ、その上でまあ決定していくみたいな形になります。はい、で9月末にはあの決定して発表したいと思ってますので、もしあの宮田行くアイドルですね、興味ある方おられましたら、ぜひですね、あの概要欄からですね、お申し込みいただければと思います。はい ということですね。はい。そしたらですね、今日はこれで終わります。